今回の作戦を説明しよう。お願いします。フレアにあるキルラーへのジャンプポイントが攻撃を受けている。決してここをキルラーに返すな。たとえ後でここを使わなくてもだ。頼んだぞ大佐、下がってよし。というわけで以上が今回の任務の趣旨だ。一つ言い忘れたが、バクエロ、君がウィングマンだ。以上だ。健闘を祈る。
必ず道場でもくたばりな。逃げは甘く見すぎてたよな。道場でもくたばりな。この哀れな猿族の末裔め。今行くぞ猫ども。Thank you.
この哀れなタルドとの末裔め、
戦したようですね。あと何時間だ。地球への攻撃でしたら48時間以内に開始する予定です。勝利は間違いない。予感はするのだ。戦いとは予測のつかぬもの。だが最後に遭遇するのがタイガーハートであってほしい。心からそう願う。そうなれば我が軍の勝利はより完璧になろう。ブレア大佐、作戦室へ。ブレア大佐、作戦室へ。大佐、この機会に一つ言っておきたいことがあるんだが、最初私は君をビクトリーに迎えることに乗り気じゃなかった。だが今は来てもらってよかったと思ってる。君と一緒に働けることは大変な栄誉だ。私もよかったと思ってますな。あ、テンブラー爆弾は一か八かの大博打だ。しかし私から見て誰にやれるかと言ったらそれはもう君しかいない。ご期待に応えられるといいんですが。うん、大丈夫だな。行こうか。さて諸君、目標は単純だ。キルラー星をテンブラー爆弾により破壊すること。全艦隊をキルラーへはジャンプさせられないので、君のエクスカリバーに連邦初の完全ステルスシステムを搭載した。このステルス装置で敵の追尾を妨害することが可能だが、これは非常にエネルギーを使うのでせいぜい片道が限界だろう。帰りは脱出に全エネルギーを必要とする。第一ストップまで最大4人のウィングマンで攻撃隊を編成し、キルラー星系を突破する。実はここに先の秘密作戦で建設した燃料補給所がある。爆弾は精密な誘導装置と積載して飛行することの危険さゆえにすでに星系内に隠してある。君は爆弾をここ第二ストップで搭載して目標へ運んでほしい。正確に爆撃するには究極のナビゲーション技術が要求される。連邦司令部はキルラー本星の破壊が彼らの戦意を大きくダウンさせると信じている。その推測はおそらく正しい。キルラー星周囲の造船所で戦艦が続々と建造されつつある。大佐、一度出撃したら君がビクトリー号に帰ってくるのは唯一作戦が成功した時だ。司令はそれで終わりですか？あとは君の戦友から一言ある。相棒、私だ。アイゼン艦長から作戦の指示があったと思うが、ジャンプポイントを隔てた宇宙から君にいくつか言うことがある。私はもう君と一緒に飛んではいないが、いつもそばにいる。それを忘れるなよ。大佐、頑張れ。行ってきます。というわけで以上が今回の任務の趣旨だ。一つ言い忘れたが、マニアック、ウィングマンは君だ。後悔させるなよ。フリント、君にウィングマンを頼む。バカボンド、ウィングマンを頼む。以上だ。健闘を祈る。